この首飾りを見たゲストの方は、この後にインディ・ジョーンズ・アドベンチャーのアトラクションに乗ってほしいんですよ。わあ、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 It's always a good time。 いつもありますようこそデリエ。夢プレゼンター身長は高いですが、高所は低いラーファエル、怒ったケチラーファエル清津です。今ディズニーキャスト目指している方どのくらいいらっしゃいますか？というのも、以前視聴者さんからお悩み相談を受けて、一部抜粋して皆さんに共有させていただきます。僕は中学生の男子です。将来の夢は東京ディズニーリゾートでゲストの皆さんにハピネスを届けることなのですが、最近悩み事があります。キャストになりたいことに変わりはないのですが、インターネットで調べると、あそこは遊びに行くのがちょうどいい、低賃金だからアルバイトを掛け持ちしないと満足するぐらいの生活はできない、などと出てきます。まだ中学生なので詳しいことはわからないのですが、正直とても不安で仕方がありません。ラファエロさん、お忙しいところ本当に申し訳ないですが、アドバイスしていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします、とのことです。ご相談ありがとうございます。結論から言うと、そんなに不安にしなくて大丈夫です。というのも、世の中いろんな人がいろんな価値観を持っていろんな言葉をベラ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 と並べるんですよ。例えば、遊びに行くのは遊びに行くぐらいがちょうどいいっていう人もいれば、ディズニーキャストとして働いてより一層ディズニーが好きになったっていう人もいます。低賃金で生活は無理っていう人もいれば、しっかりシフトを入れて働いて生活している人もいるし、お金以上に得られる経験値がとても大きいという人もいます。なので、インターネットや世間の声を参考にする程度だったらいいんですが、鵜呑みにするのは絶対 NG で、何より大事なのが自分自身がディズニーキャストとしての経験をすることなんですよ。キャストを実際にやってみて、やっぱり遊びに来るのがちょうどいいなって思ったら別に転職すればいいし、逆にディズニーキャストの仕事がバッチリ自分に当てはまったら、そこから正社員やマネージャーを目指すのももちろんありです。今の悩みっていうのは、今悩むべきことじゃなくて、ディズニーキャスターになった後に悩むべきことなので、今はディズニーキャスターになるという素敵な夢をまっすぐ追いかけましょう。親、友達、学校の先生、インターネットの声は一切関係ない。自分がやりたいのか、やりたくないのか、やるのかやらないのか否、やるかやるかやるかだよね。何よりも経験です。応援しています。ディズニーキャストへの道、楽しんでください。それでは今日もウォーミングアップからいきましょう。ディズニークイズ D お互い止め。1964年アメリカの実写アニメーションミュージカルファンタジー映画メリーポピンズ。ではメリーポピンズの魔法の言葉は何か、フルでお答えください。さて、今日のクイズは映画メリーポピンズですね。このクイズはお答えできたら一発ディズニークイズ王レベルです。というのも、魔法の言葉がまあ長いんですよ。長いし噛むね。ティガーのウープディルーパーループディルーパーアリウーパージャンプクラスに長くてですね、お答えできたらまあお見事です。正解はスーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスでした。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、とても長すぎる言葉だけど、大きな声で言えたらスッキリ、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス。言えてんのかなこれ。アンディリディリアンディライアンディリディリアンディライ。アカウント名、石化人間ケントさん、素敵なクイズをありがとうございます。とても面白かったです。エクスピアリドーシャス。そして今日のプレゼンがインディ・ジョーンズですね。インディ・ジョーンズ・アドベンチャーの登場キャラクターといえば、インディ博士に助手のパコのイメージがあると思うんですが、今回は表舞台では決して語られることのないバックグラウンドストーリーに登場する登場キャラクターの物語をプレゼンさせていただきます。それでは早速。石碑、王、首飾り。ここは今からプレゼンです。行きましょう。It's always a good time。 インディ・ジョーンズ・アドベンチャーで一番のフォトスポット、ピラミッド前のレリーフ。
実際ここは生贄の心臓を捧げるところで一体なんて場所で記念撮影してんだっていう話をしたんですが、このレリーフにはモデルがあります。ホンジュラス共和国コパン遺跡にある石像 C です。このレリーフには一体何が彫られているのかというと、当時マヤ文明で大都市だったコパンという都市の18ウサギが彫られています。この18ウサギの王は後に属国だったキリグアという国の戦争に敗れ斬首されてしまうんですが、実はこの斬首した王様のレリーフがロストリバーデルタに存在します。場所はインディ・ジョーンズ・アドベンチャー右手にあるレストランユカタンベースキャンプグリルの発掘現場です。ここでも遺跡の発掘がガツガツと進められていて、ピラミッド前にあるレリーフと非常に似ているものがここでも発掘されているんですが、微妙にデザインが異なるんですよ。採掘中のレリーフにもモデルがあって、それはグアテマラ共和国のキリグア遺跡にある石像ステラ E。 実物はめちゃくちゃでかいですね。このレリーフにはキリグアのカックティリューという王が彫られています。何を隠そう、先にプレゼンしたコパン18ウサギ王の首を跳ね斬首した王がこのカックティリュー王です。要はロストリバーデルタにあるピラミッド前のレリーフとユカタンベースキャンプグリルにあるレリーフの王はそれぞれ因縁の相手でありライバル関係であったというバックグラウンドストーリー。面白いのがユカタンベースキャンプグリル内に調査報告がびっしり書かれた黒板があります。左下にチェックウィズアブノインコパン4クロスリフレンスウィズステラ15、アブナーと一緒にコパンでステラ15との関係性を調べると書き残しています。インディ・ジョーンズ博士は大都市コパンと石碑との関係性にすでに気づいていたと。さすがです。この発掘現場には他にも面白いものがあって、例えば首飾りの骸骨。ここでは数々の出土品に骸骨が発掘されていて、その当時の生活様式などが伺えるんですが、その中に首飾りを身につけた骸骨がいます。ここに偶像をかたどった大きめの首飾り、全体の骨格は周りの骸骨より一回り小さいため女性の骸骨だとわかります。ぜひ採掘現場でこの首飾りを見たゲストの方はこの後にインディ・ジョーンズ・アドベンチャーのアトラクションに乗ってほしいんですよ。というのもアトラクションの途中に左右から骸骨がうわーっと襲ってくるシーンがあるんですが、その左前方にさっきの同じ首飾りをしている男性の骸骨がいるからです。なぜ異なる場所に同じ首飾りをしている骸骨がいるのか、そこにはこんな悲しい物語があります。当時遺跡周辺が栄えていた時代、クリスタルスカルの神殿には多くの民が生贄として捧げられていました。そこへこのクリスタルスカルに立ち向かおうと勇敢な若者が現れます。彼には婚約者がいましたが、彼女が止めるのも構わず彼女と同じ首飾りをお守りに神殿へと向かいました。しかしながら当然のように神殿の中では侵入者を拒もうとするクリスタルスカルの力によって骸骨や様々な罠が襲いかかってきます。彼は勇敢に戦い続けましたが、大蛇の前ではなすすべもなく帰らぬ人に。彼を待つ彼女はもう二度と帰ってこないにもかかわらず祈り続けます。そして彼と同じ首飾りをしたまま彼を待ち続けましたが、とうとう顔を見ることもなく亡くなってしまいました、という切ない物語です。己を犠牲にしてでも生贄という文化に立ち向かった勇敢な男性、そして彼のことを思い祈り続けた一途な女性がここロストリバーデルタにいたことを覚えておいてください、プリンス&プリンセス。それではごきげんよう。What is a dream? 皆さんの夢共有させていただきます。アカウント名ゆいさん。私の夢は医師になることです。アフリカなどの医療が十分でない国や地域で医療を受けられずに亡くなってしまう方をなくしたいと思っています。ディズニーが世界中で人々を笑顔にしているように、私も自分自身の力で世界を笑顔で溢れさせたいです。ゆいさん、素晴らしい夢をありがとうございます。ウォルト・ディズニーの言葉で Rot is timeless, imagination has no age and dreams are forever。 笑い声は時代を超え、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだという言葉があるんですよ。ウォルトは別にお金儲けがしたかったわけじゃなくて、とにかくたくさんの人を笑顔にしたかったんですね。医師になり、その先にある人を笑顔にすることまで考えられているユイさんは、めちゃくちゃかっこいいお医者さんになりますね。さすがです。応援してます。素敵な夢を。